ぞ。指で絵を描くと聞いたら、皆さんはどんなことを想像しますか？今でもこうして絵を描き続ける菊池如水さんは90歳です。その手法は、油絵の具を棒状にしたオイルスティックでデッサンした後、指で伸ばして濃淡をつけていくものです。うん、私はその原文図の時に中に入ってやっぱり描いたことある。藍色一色で描かれた菊池さんの絵を見た人は、墨絵のようだという人もいます。それにしても、一色だけでこのように繊細な表現ができるとは驚きです。菊池さんの絵が八幡平市産業振興株式会社にあるというので、寄ってみました。やっぱり、岩手沢っての八幡平ですから。年だからもう来られないかもしれないと、菊池さんはここで絵を描くことにしました。でも部屋の中で何を描くのでしょうか。いただきます。すみません。ありがとうございます。松川渓流。何度も訪れ忘れることのない風景、松川渓流でした。いつか思い出になって。いやいや、大変ありがとうございます。皆さんはどこから見た岩手さんが好きですか？盛岡、雫石、滝沢、それとも八幡平ですか？菊池さんにとっても岩手さんは特別です。八幡平から見た岩手山と、それからどっからと座った盛岡から見た岩手さんの違い、岩手さんが岩手その土地を守ってるという感じが私の一番のテーマだね。菊池さん、これからもお元気でたくさんの絵を描いて見せてくださいね。